さんこんにちは。霊能者 YouTuber の天宮玲香です。今日の心理のテーマは肉体の感覚。私たちはこの肉体を持っています。肉体のおへその下にはこれくらいの魂が入っています。この魂が皆さんの内神様、皆さんはそれぞれに神様を持っています。皆さんはそれぞれ神様なんです。だから自分自身の神様と仲良くすることによって人生はぐんぐんうまくいきます。誰かに頼るのではなくて、自分自身を信じること、自分の中に答えがあるということを知っていてください。私はこの仕事を通して皆さんの感覚、そこに自信を持ってくださいねとお伝えしています。私の言葉や行動をヒントにして、自分自身をしっかり信じて、自分自身としっかりつながることで、より幸せに、より楽しく、より満たされて生きていけるようになります。それをたくさんの方に体験してもらいたいと思って活動しています。今日のテーマは肉体の感覚。皆さんは例えば喫茶店に行って、このお店は居心地がいいなと思ったり、このお店は居心地が悪いなと思ったり、何か感じたことはありませんか？お店だけではなくて人や物にもあるかもしれません。ピンク色のものを持っていると安心するとか、黄色のものを持っていると元気が出るとか、私たちは必ず何かしらのものを感じています。その感覚を否定するのではなくて、しっかり自分自身を信じてあげてください。その感覚に従うことによって人生はうまく進んでいきます。そしてこの感覚を目覚めさせるためには、強くするためには大切なことが一つだけあります。それは思考、頭をお休みさせるということです。考えすぎると感覚は眠ってしまいます。つまり今、例えば手のひらと手のひらを合わせてこの感覚を感じます。その間に今日の夜ご飯何食べようかなと思うと、この手の感覚はどうなりますか？頭の中で何かを考えた瞬間に感覚はなくなってしまいます。感覚を感じているか、頭で考えているか、人はどちらかしかすることができません。ですので、頭で考えすぎている場合は感覚、肉体に意識を向けて感じることをぜひしてみてください。飲み物が冷たいとか熱いとか、それだけでも感覚に意識を向けることになります。ぜひご自身の感覚を信じて生きていかれてくださいね。応援しています。今日のテーマは肉体の感覚でした。ご覧いただいてありがとうございました。